皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの武見でございます。今回は江田明史先生の大ベストセラー、新しい腸の教科書、健康な体はすべて腸から始まるを要約していきたいと思います。最初に申し上げておくと、この本は非常に有益であると感じたので、この動画でこの本に興味を持っていただきましたら、ぜひ一度手に取って読んでみることをお勧めいたします。さて、本書は胃腸専門医のカリスマ医師である江田明史先生が、私たち一般人向けに腸について非常に分かりやすく解説してくれている本になります。健康を保つためには腸が重要であるとか、腸内細菌のバランスが重要であるということを、この動画を聞いてくださっているような健康リテラシーの高い皆さんはね、おそらく知っているんじゃないかと思うんです。しかし最近になって、腸は全身に大きな影響を与えているということが分かってきています。腸はなんと全身の臓器とつながって、お互いに影響を及ぼし合っているんです。つまりですよ、腸について理解して腸を整えることは全身の健康につながり、健やかに長生きするために必要不可欠の課題だと言えるんです。特に日本人はお腹の調子が悪くて悩んでいる人が多く、なんと約 14% 以上の人々が便秘が苦しい、お腹が張るといったトラブルを抱えております。しかし安心してください、医学は日進月歩で進み、新しい研究結果が報告されております。お腹の調子が優れない人でも新しい良い解決法が出てきております。そんな最新の腸についての正しい知識が分かりやすくまとめられた一冊が、本書新しい腸の教科書、健康な体はすべて腸から始まるでございます。ではでは早速、最新の腸の教科書を私たちの中にもインストールしていこうではありませんか。それでは本日のお品書きは次の通りです。1限で心と体のあらゆる問題は腸にあるということ。2限で腸がよみがえる食生活について。3限で腸を整える生活習慣について解説していきたいと思います。ではでは早速1限の心と体のあらゆる問題は腸にあるから解説を始めていきましょうか。さて、腸と言われて皆さんはどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。おそらく食事で食べたものを消化吸収するところであると多くの人が思い浮かべるかもしれません。しかし最新の研究によって、腸はなんと全身に大きな影響を与えているということが分かってきております。腸はなんと全身の臓器とつながって、お互いに影響を及ぼし合っているんです。言うならば、腸は外界と体の中をつなぐハブでございます。そして心と体のあらゆる問題は腸に通ずるんだと筆者は言っています。心の問題が体に影響を与えるということは昔から知られていました。例えばですよ、うつ病やイライラ、無気力といった心の問題も、実は体の不調に原因があるケースも少なくないんです。もっと言えば、ほとんどのケースで腸が少なからず関係しているんです。先ほども申し上げた通り、腸はネットワークを通じてあらゆる臓器とつながっているからでございます。特に脳は迷走神経というものを通じて腸と双方向で連絡を取り合っているんです。緊張するとなんだかお腹が痛くなるんだよなという経験をね、した人も多いかと思うんです。実はそれは腸と脳がお互いに連絡を取り合っているからなんですね。そしてうつ病の患者には便秘や下痢が多いというデータも報告されておりますし、腸内細菌が生み出した有害物質が脳に達して認知症を招くとも言われています。つまりですよ、腸内環境の悪化が脳に影響し、心の問題を引き起こすことがあるんです。もちろん心だけではなくて、体の不調や病気にも腸は深く関係しております。腸内の悪玉菌が増えることで様々ながんの原因になってしまうこともありますし、アレルギー、肌荒れ、肥満に至るまで、心と体のあらゆる問題はまさに腸に通ずると言っても過言ではないんです。もしあなたが心身ともに健康になりたいと願うのならば、腸からアプローチすることが有効な手段と言えます。腸にアプローチする方法についてはこの後詳しく解説していきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。
では健康な体はすべて腸から始まり、あらゆる不調はすべて腸に通ずる。だから腸を整えることがめちゃくちゃ重要であるという大前提を押さえてもらった上で、少し腸について最新の知識を一緒に押さえていきましょうか。ではこれから紹介していく最新知識をまず最初に列挙しておきましょう。腸についての最新知識、1、腸管神経、2、腸内フローラ、3、腸は免疫とセロトニンの中心。ではこの3つをそれぞれ順番にサクサク分かりやすく解説していきましょう。まず1つ目の腸管神経についてです。まず知っておいてほしいのが腸管神経というものなんですね。最近世間で注目を集めているのがこの腸管神経でございます。なんと腸には約1億個の神経細胞が存在し、人体においては脳に次ぐ多さでございます。しかも腸のコントロールは全て脳が支配しているわけじゃなくて、腸が自ら判断を下す機能を持っていることから、腸は第二の脳と言われているんです。いやー面白いですよね。神経細胞なんて言われてしまうと、僕たちは真っ先にそれは脳にあるものでしょと思ってしまいますが、実は腸にはなんと1億個の神経細胞が存在する。そして腸は第二の脳と言われているわけなんですね。そしてこれらの腸管神経は瞑想神経というものを通じて脳とつながっております。そして中でも特に注目されているのが脳腸相関という双方向のネットワークでございますよ。脳と腸はお互いにつながっているんです。脳と腸の情報交換は脳からの一方通行じゃなくて、腸からも脳にメッセージを発信するというものなんですね。つまり腸内の状態によってその情報が脳へと伝えられ、そこから体のあらゆる場所に影響を及ぼすことになるわけなんです。そして腸と体のネットワークは脳だけではございません。腸は多くの臓器と複雑にコミュニケーションを取り連携しているんですよ。例えば腸に一見関係が浅そうな心臓は、腸内に不調があればその信号が自律神経を通して伝えられ、心拍数を上げ下げして腸の働きと連動して血流をコントロールしているんですね。さらに肺も腸に問題があれば呼吸が浅くなったり、呼吸を整えることで腸の前導運動をサポートしたりと密接な連携をとっています。このように体の一部である腸は各臓器と互いにコミュニケーションを取りながら、体内機能のバランス維持に日夜努めているわけなんですよ。いや面白いですね。腸というのは非常に働き者なわけでございます。では次2つ目の知識、腸内フローラについて解説していきたいと思います。さて巷ではよく腸内細菌が大事であるとか、私たちの健康を左右するのは腸内細菌であるなんて言われていますから、皆さんも腸内細菌が大事だなということはなんとなくご存知かと思うんです。言われている通り腸内細菌は非常に重要なもので、この腸内細菌が私たちの腸内の環境を左右しております。腸内細菌は約100兆個も存在すると言われていてね、私たち人と共生関係にあるんです。食物から取る栄養素を餌に発酵することで増殖し、また様々な代謝物を生成することで人体の機能に大きな影響を与えております。この腸内細菌は腸の壁の粘膜にびっしりと住んでいるため、まるでお花畑のように見えることから腸内フローラと呼ばれ、その総重量はなんと約 1.5 キロにもなるんです。そして腸内細菌はその機能から大きく善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3つに分類されております。そしてこれらの理想的なバランスは善玉菌2割、悪玉菌1割でございます。残りの7割の日和見菌は優勢な方に味方しますから、健康な状態を保つことができます。しかしこの比率が逆転し、悪玉菌がね優勢になってしまうと腸内環境が一気に悪化して様々な弊害が起こっちゃいます。また偏った食事とか運動不足などの影響で腸内細菌の種類の多様性が失われてしまうこともあります。この場合も腸内細菌のバランスが乱れるため体に対し悪影響を及ぼすケースがあるので注意が必要でございます。それでは3つ目の知識、腸は
免疫とセロトニンの中心に解説を移っていきましょう。さて、さらに腸は免疫にもね、重要な役割を果たしているんです。腸内に入ってくるのは食べ物だけではなくて、細菌とかウイルスも入ってきますよね。このような外敵に対して体内で戦ってくれるのが免疫細胞でございますよ。そして実は全身の免疫細胞の6割がなんと腸に集まっているんです。これは外から入ってくるもののほとんどが腸を介して全身を巡るという、腸が体の玄関口であるためでございます。外敵を玄関でせき止めることが腸内の免疫細胞にとって最大のミッションなんです。腸内に病原菌が侵入すると、腸壁の内部にいる免疫細胞が危険を察知し、メッセージ物質を放出します。そのメッセージ物質を受け取った腸壁の細胞が病原菌を撃退します。このように腸の免疫システムは体を外敵から守ってくれているわけなんです。そしてさらに面白いことに、幸せホルモンのセロトニンは9割は腸で作られるということが分かっているんです。腸の調子が悪くて悩んでいる人のほとんどは表情が暗くて元気もありません。実際うつ病の患者には便秘や下痢が多いというデータもあり、心の健康と腸内環境は密接につながりがあると考えられています。人間の感情に影響するホルモンでセロトニンという物質を皆様は聞いたことがあるでしょうか。これは幸福感との関連があることから幸せホルモンとも言われております。実はこのセロトニンの9割が腸で作られているのを皆さんは知っていたでしょうか。セロトニンは私たちが幸福感を感じたり前向きになるのに必要な物質でございます。さらにセロトニンには腸管の蠕動運動を活発にしたり、自律神経のバランスを整えて心を前向きにしたりする作用があるとされています。また興奮物質であるノルアドレナリンやドーパミンの暴走を抑える効果もあるため、イライラなども起こしにくくなります。つまりですよ、私たちの心の平穏にはセロトニンの分泌が鍵であり、それに影響するのが腸内のバランスなんです。つまり腸は幸福で安定した精神状態に大きく影響していると言えるわけなんですね。それではちょっと情報量が多かったので一言をここいらでまとめておきますか。ポイント1、心と体のあらゆる問題は腸にある。腸は全身に大きな影響を与えており、腸は全身の臓器とつながってお互いに影響を及ぼし合っている。ポイント2、腸は外界と体の中をつなぐハブである。そのため腸の状態が悪くなるとあらゆる病気につながる。心身ともに健康になりたいと願うのならば、腸からアプローチすることが有効な手段である。ポイント3、腸についての最新知識を3つ紹介しました。1、腸管神経。2、腸内フローラ。3、腸は免疫とセロトニンの中心である。それでは次2限で腸がよみがえる食生活について解説させていただきたいと思います。さて1限でね、腸の環境をしっかりと整えてあげることが心と体の健康につながるんだということを解説してきました。では腸の環境をしっかりと整えるために私たちは一体何をすればよいのか。それはズバリ食生活を整えることでございます。腸内環境に特に大きな影響を与えているのが食事だからなんですね。まず腸に入ってきた食べ物は腸内細菌の餌となって発酵、分解されることで体に吸収されやすい物質に変わるんです。この生成される物質が食事内容によって大きく変わり、体に影響してくるんです。体に良い影響を与える善玉菌はバランスの良い食事を好みます。野菜や果物が好物で、これらが腸に入ってくると乳酸、酪酸、ビタミン B 群など体に有益な物質を作り出してくれます。逆にですよ、体に悪い影響を与える悪玉菌というやつは高脂質や高カロリーの偏った食事の過剰摂取が好物でございます。腸内細菌は人が生まれてから死ぬまで腸の中で食べ物を餌として生きています。つまり食事は腸内細菌を善にも悪にもする大切な要素なんです。ですから食生活を意識して善玉菌の増殖を抑制し、腸の働きを促進させるようにしましょう。では具体的にどんなものを摂れば私たちの腸は健康になってくれるのでしょうか。
健康な腸にしてくれる4大食品があるので、それを紹介していきたいと思います。健康な腸を育てる4大食品は、1発酵食品、2水溶性食物繊維、3オリゴ糖、4 EPA と DHA。 いかがでしょうか。聞いたこともあるよという方いらっしゃると思います。ではそれぞれサクサクと解説していきましょう。まず1つ目の発酵食品についてですが、発酵食品は善玉菌を刺激して腸の蠕動運動を活性化させてくれるんです。発酵食品というと納豆やヨーグルト、味噌などが有名ですよね。これらは善玉菌の餌になるだけではなくて、腸内を弱酸性にして悪玉菌が増えるのを防ぐ効果もあるんです。発酵食品の代表例は納豆、ヨーグルト、味噌、醤油、酢、塩麹、ぬか漬け、キムチ、甘酒、チーズ、ワイン、鰹節などがございます。これらのね、発酵食品をしっかりと摂っていただいて、腸内環境を整えてあげてくださいませ。それでは2つ目、水溶性食物繊維について解説していきます。食物繊維は加齢とともについつい乱れがちになってしまう腸内環境のバランスを整えてくれます。善玉菌が水溶性食物繊維を分解した時に作り出される短鎖脂肪酸の脂肪燃焼効果も最近注目が集まってきております。水溶性食物繊維を多く摂っていただきたいわけなんですが、水溶性食物繊維はどのような食品に多く含まれるのでしょうか。水溶性食物繊維が多く含まれる食品は海藻、ごぼう、オクラ、モロヘイヤ、かぼちゃ、そば、納豆などが挙げられます。そして水溶性食物繊維の中でも腸への効果が高いと言われているものがあるんです。それはつぼり、ブロッコリーでございます。ブロッコリーに含まれるスルフォラファンは強い抗菌作用があって悪玉菌を減らし腸内環境を整えてくれます。加熱しても栄養素が壊れにくい性質を持っていますから、さまざまな料理にぜひ活用してあげてください。それでは3つ目のオリゴ糖に解説を移っていきましょうか。オリゴ糖はビフィズス菌などの乳酸菌の餌となって善玉菌をね、増やしてくれる効果があるんですね。そしてオリゴ糖は悪玉菌の餌にはならないので、効率よく善玉菌だけを増やすことができるというのが特徴でございます。オリゴ糖はバナナ、玉ねぎ、蜂蜜などに多く含まれております。それではラスト4つ目の EPA と DHA について解説していきます。 EPA や DHA は体内で作り出すことができないから食事から摂る必要があります。腸の中の炎症を鎮めて善玉菌が増えやすい腸内環境に整えてくれるだけではなく、潤滑油として便の通りを良くする効果も期待できますから、ぜひ摂取していただきたいものになります。EPA や DHA が多く含まれているものは青魚、鮭、アマニ油などがございます。筆者は魚は缶詰をサラダに加えるのがおすすめだとおっしゃっております。また魚の皮には EPA や DHA が多く含まれていますので、皮ごと食べると栄養をより多く摂ることができるそうです。そしてアマニ油などのオイル類は加熱するとね、酸化してしまうという性質がありますから、ぜひ生で摂取するのが正解だと覚えておいてください。 EPA や DHA が含まれるオイルはサラダにかけたり野菜炒めにかけたりして、ぜひ生で摂取するようにしてください。それでは2限の内容をここいらでまとめておきますか。ポイント1、腸内環境に特に大きな影響を与えているのが食事なので、腸の環境をしっかりと整えるためには食生活を整えることが最も効果的である。ポイント2、健康な腸を育てる4大食品は、1発酵食品、2水溶性食物繊維、3オリゴ糖、4 EPA と DHA である。それではラスト3限で腸を整える生活習慣についても解説していきましょう。さて2限では腸を整える食習慣を解説してきました。3限ではもっとね、食事以外に腸のために何かをしてあげたいよという方のために、食事以外にもできる腸を整える生活習慣を解説していきたいと思います。最初にまず紹介するものを列挙しておきましょうか。腸を整える生活習慣1、空腹の時間を作ること。2、睡眠を改善すること。3、最高のトイレ習慣を持つこと。4、揺らぎを取り入れること。
5、腸活スクワットをすること。ではこの5つをね、順番にサクサクっと解説していきましょうか。まずは1つ目の空腹の時間を作るについてです。さて、腸は空腹を感じるあたりの食後4時間ほどで腸のお掃除タイムに入るんですよ。つまり腸にしっかりとお掃除してもらうためには空腹時間を作るということが重要になってくるわけです。食事を連続して続けていると空腹中の腸内のお掃除タイムの時間が取れません。その結果、腐敗した食べ物が腸内に溜まってしまい、善玉菌が増える原因となります。ですから常に間食している人などはぜひその悪習慣を避けてほしいと思うんです。腸にね、お掃除タイムをしっかり与えてあげましょう。そして腸は睡眠中にも動いておりますから、食事は夜20時までに済ませるのがベストでございます。そうすれば4時間後の深夜0時には掃除を始めることができます。遅い時間に夜食を食べてしまうと腸は深夜労働をする羽目になって、次の日以降の活動を妨げる原因になってしまいます。それでは次、方法の2つ目、睡眠を改善するに解説を移っていきます。さて、先ほどね、ちょうどお掃除タイムの話をしましたよね。実は睡眠の間も腸にとっては大切なお掃除タイムでございます。浅い睡眠では自律神経が乱れ、腸の働きが悪くなるということも分かっております。実際腸が不調の人は睡眠障害が多い傾向にあります。就寝前に思い悩むと眠りづらくなって疲労を蓄積しやすくなります。そのため睡眠に入る前にお風呂に入るなどのリラックスタイムを持つようにしましょうと筆者は言います。またお風呂に入る習慣は腸を温めて働きを活発にしてくれる効果もあります。38度程度のぬるま湯に15分ほど半身浴をすると副交感神経が高まって腸をリラックスさせることができるので、ぜひやってみてください。それでは方法の3つ目、最高のトイレ習慣について解説していきます。ここでは便秘や下痢に苦しむ人がすっきりとした毎日を過ごせるように改善をもたらすトイレ習慣を紹介したいと思います。日課としてはまず必ず朝ごはんを食べてください。腸を動かすスイッチが入り、一日のリズムが保たれます。さらに便が出なくても毎日5分間は必ずトイレに入るのがおすすめです。排便リズムを習慣化させることができるからです。ポイントはかかとを上げて前傾姿勢になること。直腸から肛門までがまっすぐになって便が出やすくなります。体を左右にひねりながら息むのもおすすめです。ただし体に負担をかけすぎないために、息んでいいのは5分以内にしてくださいと筆者は言っています。それでは次、4つ目の方法、揺らぎを取り入れるに解説を移っていきましょうか。現代人の多くは一定の室温に保たれたオフィスの中でデスクに座って人工的な光や音に囲まれて生活していますよね。働いている人は何も感じていなくても腸にとってはこれが大きなストレスになっているということを皆さんは知っていたでしょうか。ストレス過多になっている腸を癒してくれるのが揺らぎでございます。揺らぎとは、例えば晴れた日に散歩した時に感じることができる日の光や風のそよぎ、木々や花の香りといった自然界の動きのあるものを指します。ですので長い時間室内にいるのではなくて、外に出て風を感じたり日光を浴びたり森林を歩いたりと、どこかのタイミングで1日に1回は現代の文明から離れるような揺らぎの時間を作ってみてはいかがでしょうか。少なくともずっと窓を閉め切ってね、仕事をするんじゃなくて窓を開けて風を取り入れたり、新鮮な空気を取り入れるために換気をするということはぜひやってみてほしいと思います。それでは方法の5つ目、腸活スクワットについて解説していきましょうか。ダイエットにも人気のあるエクササイズであるスクワットというものがありますよね。実はスクワットをする時の上下運動が
腸にも良い影響を与えてくれるということが分かっているんです。スクワットをすると大腸の近くにある筋肉を鍛えることができるため、便を押し出す排便力が向上します。さらに運動することで腸に体の振動が伝わり、腸管の動きを活性化することができます。また筋肉から分泌されるマイカイオンというホルモンが大腸がんの予防に良いということも分かっています。スクワットをすることで筋肉を動かし、腸を健康にしていきましょう。それでは3限の内容をまとめておきます。3限では腸を整える生活習慣を5つ紹介させてもらいました。1、空腹の時間を作ること。2、睡眠を改善すること。3、最高のトイレ習慣を持つこと。4、揺らぎを取り入れること。5、腸活スクワットをすること。もちろんこれらすべてを実行する必要はありませんので、皆さんが気に入ったものをまずは1つチョイスしてやってみてはいかがでしょうか。それでは本日のハイライトに参ります。1限で心と体のあらゆる問題は腸にあるということを解説しました。腸は全身の臓器とつながってお互いに影響を及ぼし合っていて、腸は外界と体の中をつなぐハブでした。そのため腸の状態が悪くなるとあらゆる病気につながる。心身ともに健康になりたいと願うのなら腸からアプローチすることが有効だよとお伝えさせてもらいました。そして2限では脳がよみがえる食生活について解説しました。腸内環境は食事の影響を最も受けますから、食事に気をつけようということです。そして健康な腸を育てる4大食品として、発酵食品、水溶性食物繊維、オリゴ糖、EPA と DHA を紹介させてもらいました。そして3限では腸を整える生活習慣として、空腹の時間を作り、睡眠を改善し、最高のトイレ習慣を持ち、揺らぎを取り入れ、腸活スクワットをしようということを解説させてもらいました。さて皆さんいかがでしたでしょうか。今回はね、腸について一緒に勉強してきました。世間では腸が大事である、腸内環境を整えることが健康への第一歩であるなどと言われていますが、今回の動画を見ることで腸について少し詳しくなることができたのではないでしょうか。そして腸を少し気遣ってみようかなという意識が持てたのではないかと思います。そして具体的に腸に良い習慣をしたり、腸に良い食生活を送るとともに、しっかり運動する、しっかり睡眠をとるといった当たり前のことも腸にとっては非常に重要ですから、それらも基本として行うべきでございます。最後に筆者のメッセージを紹介して終わりにしたいと思います。筆者は私たちにお腹の不調を許すなと言っています。お腹の不調のせいで青春を台無しにしたり、勉強も恋愛もうまくいかなかったりと辛い思いをしてきた人は多いと思います。健康な人はわからないかと思うんですが、お腹のトラブルで悩んでいる人はいっそ死んでしまいたいとまで思っている人もいます。何十年も下痢に悩まされていたり、ガスが多く座っているのも辛いという人は結構いるんです。たとえ生命の危機がない腹痛やガス、便秘、下痢であっても、患者本人にとっては切迫した辛い問題でございます。医者は癌などの目に見える病気を必死に早期発見しようとしてきました。それによって目覚ましい成果を上げてきたことは間違いないんですが、しかし目に見えない病気を軽視してきたことも否めません。この医者と患者の間の意識のズレを解消したいと願って筆者は本書を執筆されたそうです。これまでお腹の悩みを持っていたあなたも、この本の内容を実行すると必ず良くなると筆者は言います。そして今回の内容以外でも時間の都合上泣く泣くカットした部分もありますので、今回の動画を見て興味を持たれた方は本書を手に取って一度読んでみることをお勧めいたします。本書は非常に分かりやすく書かれていて、医学に詳しくない方でもサクサク読めるのでおすすめでございます。本日は以上です。この動画がためになったという人は私のやる気アップと動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。また新しく論文から私たちの生活を豊かにしてくれる情報を引き出して分かりやすく解説する論文解説チャンネルと、残酷すぎる世界の真実を解説するという面白いチャンネルも2つやっていますので、興味のある方は概要欄のリンクから訪れてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。